5月10日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送です えー、こうして毎日ですねスタジオから喋っているというのが、まあ、5年余り、ね、やってきているわけなんですが、まあ、そのうちの半分以上はつ、えー、いたてをつけてですねアクリル板をね。ね えー、つけたたまま放送してたんですけれども今週の月曜日から、まあ、あの新型コロナの、ね、感染症法上の分類が、えー、5類になったということもあってですね、えー、ちょっと、あのー、日本放送の中のね、えー、決まり事っていうのもちょっと変更になって。 まあこの悪流のねの板に関しても「つけるつけない」は番組ごとに判断してくださいねということになったんでうちの番組としてはまああのねコメンテーターの方々にも相談しながら別に気にしない人であればついたでつけずにやりましょうという形になってるんですけれどもなんかさこのスタジオ こう机があって、その上にマイクが乗っててという形ですが、はい、広い気がするね。広いですよね。広くなった気がするよね。うん、全然変わってないはずなのにね。そうなんですよね。でも、何かこの、会った時は、身振り手振りをしたときに。 とかでぶつけちゃったりして放送中にあの手がねぶつかっちゃったりとかあとあの原稿の受け渡しがこういちいち上を通してみたいなそうでしたね普通の時はそんな原稿の受け渡しは普通の番組であればそんなしないんですけれども <laughs> 普通の番組であればしないんですが私あの大体いい朝一発目のねタイトルコールの中の、うん、天気忘れるんでそうなんですよ 最初の頃はさこれを上から確かに受け渡してもらってたんだけどさ、はい、そのうちあのアクリル板越しにこうやってこう<う>出すようになってそうなんですアクリル板越しだったら見えることが分かって飯田さんが原稿ないって顔をした瞬間にその、まあ、ニュースキーワードとかもたまになくすじゃないですか原稿 <laughs> パって原稿をそのアクリル板越しに出すっていう <laughs> この角度で見えるかしらみたいな,なんか <laughs> 全部バラじゃねえよ <laughs> そうあの見出しを叫ぶみたいな時にね。そうそうそうあれどこっったっけ <laughs> って時に持たすみたいなありましたよねそうだよね、うん、そういえばさそれもあのもう出さなくていいんだよね確かにも,いいもうね受け渡せばいいんですもんね仮に何かがあったとしてもいやー当たりに船というかこれでもう百万利きだなあったんですかそれそこ食べらないでくださいよ <laughs> 大手を振ってなくせるよいやちょっとなくさないで <laughs> そういうもんじゃないけど、ね、そういうもんじゃないですよ <laughs>、えー、いやーでもやっぱねいろんなことがね徐々に徐々にではありますけれども変わりつつあるなというのがあのー 朝ですね会社に来てラジオリビングのコーナーがあるんでウエ、まあ、ちゃんの、ね、番組のラジオリビングこれが大体番組のエンディング直前5時50分ぐらいにありますんで、えー、我々がです、ね、支度をしていると、まあ、そのラジオリビングの、ね、人たちが、まあ、コロナの前は食品が入るとですねその試食の準備っていうのを始めてこれがねまたねいい匂いがしてくるわけだ。 であコロナで食もなくなっちゃったよねなんていうのが3年間ぐらい続いていたんですけれども,も<う>いよいよ、いよ,いよ今日ですね、後ほ<ぁ>どラジオリビングは仙台牛の大判切り落としをお送りするんですけれども, <laughs> もうね昨日の明日こういう商品をやるんですよっていうこう打ち合わせのときからもう新魚アナウンサーがえびす顔でね。いやもうようやく3年ぶりの試食ですよ <laughs> 試食をしながら商品を紹介できるという。<laughs> なんか昨日その打ち合わせして、あ明日から試食再開でって言われた瞬間、泣きそうになっちゃって、なんだか涙ぐん,涙ぐんできちゃって、ああ、ようやくなんて、<laughs> もう今日は一世一代の、本当にもう気合いを入れて、ラ,ラジオリビングですよ、もう、いやいや、ちょっと、どんなモチベーションで仕事してんだよ、帰ってきたラジオリビングですよね、私にとってはもう、帰ってきたじゃねえよ、ずっとやってたんですけどなんか。 ラジオリビングが帰ってきたっていう感じがしますよね。<laughs> やっぱりさ、あの人間って食で生きてるんだなっていうのがよくわかるよね。そうですね。逆に言と、タブーの,の恨みは恐ろしいんだなっていうこと、ねえー。いや、でもね、なんか、あの、ちょっとずつね、そういう明るい話題が出てきたっていうのはね、いいことでございますよ。ね、えー、リビング気合いを入れて。気合を入れて。今日も六時二十五分過ぎ、三十分前にお送りいたしますんで。はい、仙台優。<laughs> <laughs> そんなに笑顔になったっ嬉しそうだね。もう嬉しいですよ。うん、えー、えー、ということでそちらもですねお楽しみいただければと思います。はい、えー、えー、そして帰ってきたといえばですねイベントも帰ってきてるわけでございまして。そうなんです。ね,<ー>ね<ー>あの今まではねなかなか人が多く集まってでしかもあの討論でですね。えー 舞台のの上からこうかこう飛ばすようなこうな激論っていうのはやろうと思ったってそんなことしたら感染が心配でしょってことでできなかったんですけれどもいよいよですねそれを戻ってまいりまして6月25日東京国際フォーラムホールへ「激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム」番組5年が経ちまして初のイベントでございますえぜひともお越しいただければと本当にですねチケットは売るほどございますんでえなんつっても東京国際フォーラムホールへ5000人の会場ですからなかなかこれは埋まっていかないということ ってありますんで登壇されるです、ね、各コメンテーターの方々の意気込みだったりとかどんなことを話そうかということについてはあのー、事前に収録をしたものをです、ね、順次ツイッター、Twitter、であるとかあるいは YouTube の中などでアップをしていきますので、えー、こちらもぜひご覧をいただいてそしてお集まりいただければと思います6月25日東京国際フォーーラムホールへよろししくお願いします。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの系高次アップアリスナーのあなたコメンテーター私だ新真アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せいただければと思います私の失敗を文字にして残さないようにこれ文字にするとまた残っちゃいますから、ね、そうです確かに、えー、言葉だったらまだね送りっぱなしみたいな,な、まあ、まああんまりそういうこと言っちゃいけないんだけどね <laughs>、えー、さて、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋大一さんこの後六時半 からご登場ですまずは就任1年韓国、ユン・ソンによる大統領について、まあ、日韓関係ですね、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのコーナーは、えー、防衛財源法案今日にも採決というニュースそれから昨日はあ3月の実質賃金が厚生労働省から発表されておりますでおはようニュースネットワークのゾーンプーチン大統領演説対、えー、独戦勝記念日パレードなど、えー、この分析についてですねこのお時間はあ軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとも電話をつないで えー、詳しくお話を伺ってまいりますそれからあニュースキーワードは入管難民法改正案、えー、衆院本会議可決となって再任送付されております、えー、それからスクープアップのゾーンアメリカのお国債、ね、債務上限問題について、えー、デフォルトとなってしまえばあ経済的な大惨事だとイエレン財務長官が表明をしたと、まあ、一級権ん責を投げてきておりますメールツイッターこちらです。 メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお 名前電話番号を登録してご応募くださいここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日のお紙面はあー 4紙一面に、えー、ロシアのプーチン大統領の演説の写真が載っております、えー、朝日新聞、プーチン氏再び真の戦争に米欧、アメリカ、ヨーロッパを批判悲劇招いた戦勝記念日演説、えー、読売新聞、プーチン氏戦火触れず、えー、戦勝記念日ウクライナ、ロシア軍手詰まりか、えー、侵略米欧に責任転嫁 えそれから毎日新聞プーチン氏軍事作戦正当化攻撃警戒行事縮小対毒戦勝記念日えー、そして産経新聞もプーチン氏侵略継続を強調ロシアへの戦争と米欧避難戦勝記念日演説祖国防衛省利正当化と、えー、出てきておりますまああのこのね、えー、一連の演説さらには軍事パレード等々ええー、そしてまあウクライナ情勢については、えー、このあ七時十分過ぎのおはようニュースネットワークの増 詳しく取りり上げようと思っております、えー、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとも電話をつないで、えー、どういったことが起こっているのか、まあ、その分析というところも聞いていきたいと思っております。 えー、そして、気になるニュースなんですけれどもまあ各紙、ね、国際面などで触れていてでその中でも一番こう詳しく触れているのは日本経済新聞だったんですけれども、えー、中国とですね、えー、カナダの関係があここへきてまたあちょっと緊迫化しているぞというような、えー、ニュースが出てきております。あのー カナダにいる中国の大使館の方が、ね、カナダの国会議員に圧力をかけようとしていたということがあってそれでカナダにいるこの中国の外交官を好ましからざる人物に指定してそして、まあ、追放したということがありました。まあ、元々ですねあの、まあ 国会議員に対して、えーまあ、脅そうとしていたということだったようであります、まあ、カナダ側が言うにはそういうことがあったとでそれに対して中国側が今度は報復のような形で、えー、上海にいるカナダ総領事館の領事一人を、えー、ペルソナしし・ノングラータに指定し13日までに中国を離れるように伝えたと、えー、いうことで、えー、あります。でああのー、まあ こうしてですね、えー、追放合戦というふうになっているんですけれどもおもっともっと前からですねぎくしゃくした関係が続いていると、まあ、あのご案内の通りですね中国の通信機器大手ファーウェイの、えー、副社長をです、ね、逮捕をし拘束していたとういうことがあってでこれに対して中国側もカナダ人の外交官元外交官ら2人を拘束したというですね、まあ、拘束合戦がまずはあったとと、えー、そのの後、まあ、お互いいい拘束を解いたということ。 あったんですけれどもあの去年の G20 サミットの時に、えー、中国の習近平国家主席とカナダのトルドー首相が、まあ、立ち話というかですね、えー、習近平氏がトルドー氏を呼び止めておお、お前ちょっと待てとでうん直前に首脳会談を行ったそうなんですけれどもその内容というものがカナダのメディアにこう出たということで。 お前おつったのに漏れてんじゃないかどういうことだというふうに凄言、まあ、だと、まあ、しかもそれをおメディアがいる目の前で,です、ねえー、音声も聞こえるような形でむしろそれが取られたというところなんですけれどもあの適切じゃないというふうに、まあ、話したとで、まあ、中国の感覚からするとどうしてお前はメディアを統制しないんだというふうになるんですがいやこれがいかにもこう中国の反応だなと思うのがえー 我々えー、報道の自由がある、えー、国でメディアの口をです、ね、塞ぐっていうのは政府としては、うん、やってはいけないタブーのうちのかなりこう上位に来るものであっていやあの取材に基づいて報じたことに関して、えー、政府の人間がこう何か言うっていうのはできないんですよとやろうと思ってもと。<laughs> まあ、なので お互いそういうところが分かってるんで、まあ他の国の報道に対してです、ねおま、あの正式にその報道機関に対して、えー、事実が間違ってるぞというふうな抗議をするというのは確かにありうるところなんですけれどもそもそも報じるなというふうに圧力をかけるというのを平然と相手国にまで、えー、言い放ってしまうというあたりが、まあ、いかにもだなというところはあるんですけれども、まあ、あのこういったことで,です、ね、カナダと中国の間ギクシャクし続けているんですが、まあ、やっぱりあの中国は下に見る国 国に対してこういうことを平気でやってくるなというのと、まあ、あ,のあからさまな試験侵害なんだけどもそれも平気でやるよねというのが、まあ、あると。で、えーまあ、翻って、えー、考えると、まあ、G7 の、ねえー、主要国の一員でもあるということそして、まあ、価値観を共有する国でもあるということ、えー、全く日本一言でもないしむしろ日本の方が、えー、法人の拘束という意味では、ねえー、先日の、まあ、アステラス製薬のです、ね、幹部の方の拘束が記憶に新しいところですけれども、えー、報道 されているだ、けでも10人以上の人が拘束されているよというようなこともある、まあ、こうした流れの中でですね G7 サミット、まあ、日本としてあるいは G7 としてどう足並みを揃えて中国に対してメッセージを出していくのか、まあ、得出しをしてこれを共同声明の中に載せるんじゃないかみたいなことも報道されてますけれども、まあ、アジアで行う G7 の意味というものを考えると、まあ、そうした流れにもなっていくのかというニュースでもあります。 小学期になるでした ここが気になるプラスのコーナーですこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量政策学者高橋陽一さんですございますございますよろしくお願いしますお願いしますなんか口の中入ってませんかなんかふっくりふくれてますよほっぺたがいやあのリスみたいになってるなんかね牛丼を見てしまったからすいませんどうもすいませんどうもすいません本当に久々の試食で興奮してしまいましたえ今日は8時までよろしくお願いします いたしますそうね、えー、コロナがね5類になったっちゅうことで、うん、やっぱりこういうのはいいっすねこういうのはね、えー、このついたてもなくなった、まあ、ついたでもなくなったしね,ねはい牛丼も食べられて <laughs> <laughs> 入ってくるそうそう牛丼だったからあ俺食ってるなぁと思った <laughs> そう考えてみたらこれも三年以上ぶりという,、ね、うん、うんえー えー、今日も一つよろししくお願いいたしますまずはあ、今日10日で就任から1年となった韓国ユン・ソンニョル大統領について、まあ、あ岸田さんも、ねえー、ゴールデンウィーク大型連休が、まあ、終わった一番最後お7日、8日と、うんうん、韓国に行って首脳会談もしてきたということでありますが、うん、まあこの辺、どうご覧になりましたか。 まあ、あのシ,ャシャトル外交ってやつでね、はい、あれはイ・ムヨンバクの時が10年ぶりぐらいですよね、うん、だから大体親しいやつだけど、ね、まあシャトル外交するのはいいと思いますけどね、えーえー、あとはでもまあ今多分安全保障が非常に厳しいりだからってことでしょ、はい、そうすると私なんかだから安全保障のところでどういうふ、ね、うな峠、うん、を抜いていくのかなついに思ってるだけなんですよ。あのやっぱり一番あれですよね、うんはい 文に広がったのはレーダー照射射どうするのかなと思ってたて、まあだから防衛大臣かなんかの,あのところに下ろしてやらせるみたいですけどねあ,<ー>あれあれだよねあのユンさんが日本に来た時に、はい、あの話については一言しゃべなかったから、はい、あこれはいい傾向かなと思ったんですよ、うん、そしたらあ一緒ユンさんが帰った時にまたあの韓国軍の人がねあれはなかったと。 言っっちゃったでしょ、はいうん、そしたら、またも同じじゃないかと思ってね何も言わなきゃ言わないでねいあ変化があ見えたんですけどねでまた言っちゃったんでそうするとまた言い直ししてどうするのかなとあそ,あそこはすっきりしないと日米韓が、ね、連携と言ったって安全保障のところについてねね、うん、現場の人はちょっとと、ね、釈然しないと思い思まますようん、まあレーダー照射ていうふうに、ねまあいね、これで電波当てたみたいなこと言いますけど結局、あれってあと、うん、は引き金を引けば。 ミサイルが飛び出ていって航空機を撃墜するってギリギリまで行ったんですものすごいびっくりしたっていうかね警報音が鳴ってコックピットにはそれでその時の倒幕やった河野さんなんかに帰ってしたらものすごく慎重にね帰ってきてね全部チェックしてそれで間違いないといういうことででもね やっぱりカードさんすごく冷静だからね謝罪とかそういうの求めるんじゃなくて、はい、あのまあどうしてそうなっちゃったんですかって再発防止でそれだけだってこと言ってたんだよ、ねうんうん、それなのに、はい、んそんなのないっていうふうに言われたんで結構びっくりしたみたいですねああないってどういうことだよとないってな,ないってことはないだろうとえー、ってことは何かと、うん、日本側がこれ表現してるっていう,うに似たようなかという話にな,<現>なっちゃいますよね、うん、だからそれでねあのやっぱりねあの、うん、だからそんな追追付きなんていうかな追求するつもり 全くなかったらしいんですようん、うん、なかったんだけどうん、うん、そういう話ないって話になるとね、はい、もう俺はちょっとね立立てらんなくなるんじゃないですかね自衛隊の方も。まあそうですよね今回の,この、まあ、ある意味の雪時計的な流れの中で、うんえー、海上自衛隊のトップ、うん、海爆長も会見でそれはそれでベストラックでやるんだと、まあ、あの苦渋の形でのむと、うん、で韓国とは関係も改善していくるんだと韓国軍とはという話も。うん も出てますけれども、うん。そうですね。だからまああの両方を並行してやるっていうかね。いろんなのと並行してやるってことなんでしょうけどね。うん、でもずっとねそこがなかったっていう話になるとね。これ、はい、はちょっとね信用的に信頼の問題でしょう。うん、最後は。でまあ日本側としてはこう何度もね、うん、この関係改善みたいなことを政権法、うん、韓国の政権法則当初には言っていて、うん、<laughs> で結局政権末期になるとまた韓日だと理解しだったから。うんうん もういい加減これはちょっと冷ややかに見てる人たちも多いような気もします、まあ、だってまだ5年でしょ先生、はい、ユン政権は 1>, 政権年1期しかないからね、はい、だからまたあのひょっとしたら前の,、ね、あの革新系というかねあの政権に戻ったらまたおなしになっちゃうんじゃないの<ー>っていう感じもなるからだからでもユン政権の時に前の文在寅政権のやったことを全部ねなしにしてくれたらねこの役割で一つのやり方だと思うんだけど全部なしにならないでしょうね。文在寅政権がやったそのレーダー 勝者とかをもう、うん 経緯を見直すみたいな経緯を明らかにしてくれればわれわれとしてはね再発防止してくれればそれでいいんだけどねとあとはねなんだっけな慰安婦像の話とかね慰安婦基金の話とかねこれ岸田さんがやってた時ですからね外務大臣だったしそんなの全部ね前で文在寅政権がすごかったですからねそれを全部なしにしてもらえるぐらいにしてもらった方がいいのかなと思いますね。 日本放送飯田浩司です、えー。番組の5周年を記念してのイベント、6月25日開催、えー、飯田浩司の OK 浩司アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、日本最大級の討論イベントと名うっておりますが、えー、ここにご出演されますジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ6月25日まで、えー、あと2ヶ月弱というところですけれども。 国内外ともどんなテーマで討論しましょうかね。政治に関して言うとね、はい、次の政治の、日本政治の構図はどう変わっていくのかっていうね、う大きな流れで言うと、立憲民主、共産が衰退し、ですね、はいえー、維新と国民民主が躍進しつつあると、でこれが国政でどういう構図になっていくのか、果たして55年体制の再来なのか、それとも。 えー、新しい二大政党制ですね、保守系二大政党制の時代になるのかというところの、ね、見通しを議論できればなと思ってます、うん、いや、その辺のこの、うん、大きな構図って、まあ、これ、ひょっとすると議論が本当に多岐にわたって、うん、それこそ、じゃ今の小選挙区の比例代表の並立の仕組みっていうのがいいのかとか、うんえー、どうやって民意をくみ取るんだとか、そういうところにまでこれ発展してきますね。そうですねそもそも国民ののの世論が一体どこにあるか今メディア 特にテレビ、はい、新聞だけ見てると、なんか世論の本筋って見えないところあるじゃないですか、あまりにも左に傾きすぎていてね、でそこの、ね、本質的な世論とは一体どんなものなのか、でそこでどういうふうに有権者の民意が、ね、救い取られるのかっていうところまで話が持っていければなとう、はい、思うんですけどね。どの分断の時代だとかよく言われますし、安易に分断だと、今分断してるんだみたいなふうに使うことも多いんですけど、でもなんか、やっ 実感としてはまだまだこの国はこの真ん中の中間層でふわっとしているものが多いような気がすそうなんですよ、ね、なんか、ね結局ね 声の大きい左の人と声の大きい右の人が極端にこう声がでかいのでそればっかり浮き彫りになってそうすると右と左がね分断しているように見えるんだけど実はツイッターなんかもそうなんだけど真ん中辺にいるその中間的なね様式のある人たちしかも穏健な人たちがたくさんいてだからその日本は安定した国なると思うんですよねその真ん中辺の人たちの意見がどうなのかということを見極めていくことが僕らにとってはとても大事なんじゃないか。 本当はメディアの役割ってそこだと思うんだけどなぜかね両、ね、局しか見てないっていう彼らはね。ううは本来はそこの部分をじゃあまとめていって、うん、あるべき姿ってなんだろうねっていうのをこうそうすると、まあ、右も左もちょっとずつ不満だけどでもまあ歩み寄ってくるそうですねこの真ん中の人たちでどうやって折り合ってバランスを取って政治をしていくのか、ねうん、今の日本社会 まあ世界的に戦争そうですけど、はい、すごく複雑で多層化しているので、うん、何かやろうとすると必ず、ね、トレードオフ、はい、こちらを立てればあちらが立たずが起きるので、うん、少しずつしか進められない、何事もね、うん、その少しずつ進めるためにはやっぱり、なんだろう反対だとかってやってるんじゃなくて、はいうん、建設的な議論をしましょうって方向になるのは当たり前、でそこでいいやいや野党の仕事は政府の批判だろうとか、ねうん、まあ怒る人いるんだけど批判だけして始まらないっていうのは。 そういう意味じゃなくて、少しずつしか物事を変えられないんだから、批判だけじゃだめですよって話をしてるんですよ、ねうんで、そういう議論がね、やっぱ、あまりにもなさすぎると思うんで,ですよね、批判だけじゃないかとかっていうと、うん、批判するのはだめなことかって言って、また怒っちゃうんだけど、<う>いや、批判はいいんだけど、その先ででも、多分妥協とセットにしないと、物事進んでいかないよねっていうのが、多分きっと本質なんですよね。 まさにですね。そうしてこう議論をすることによって希望を見出していこうと。えー、6月25日のイベント、まあそういうね一つのまあこれこれも一つの試みであるし、そこでまあ何がしか結論が出るようなもんじゃないかもしれないですけれども、まああそれをですねぜひ皆さんにもご覧いただいて、そして、えー、持ち帰っていただき希望を見出していきましょう。6月25日東京国際フォーラムホール A で行います。井戸工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムチケット と六千五百円、えー、チケットピアもしくは共同東京お電話でも受け付けておりますんで詳しくはイベントの公式ホームページをご覧ください皆さんのご来場お待ちしております。 お送りしております。OK、コージーアップ、えー。コメンテーターの方々と七時を待たいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地九日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて56ドル88セント安い。3万3561ドル81セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタックス。 総合指数は77.37ポイント下がって1万2179.55でした一方、円相場は1ドル135円20銭付近で取引されております。 えー、後ほど取り上げますアメリカの債務上限問題の行方、うん、それから、えー、明日、まあ、日本時間では明日ですが、えー、10日に公表されるアメリカの物価統計、えー、消費者物価指数のへの警戒感が広がる中続落をしたということであります、まあ、債務上限のちょうど取り上げますけれどもこの物価に関してなんですが、まあ、あの市場予想などもさほどこう下がらないだろうというようなことも言われてますがアメリカの物価 がそうは下がっていかないぞという感じですか粘着性なんて言われますか。まあまあのそうですけどあの雇用がものすごくいいからね。あうんれはそうなんですよ。まああのアメリカの中央銀行にあたるこの FRB にとってみると雇用っていうのも一つの政策目標である。だからはっきり言うと雇用が良ければまあまあってところはあるんですよね。うんうんだから雇用悪くしてまでも参加しないっていうところはあるんですよね。日本の方で ね、雇用の話抜きにしてね、はい、あの物価だけで話するでしょ、ええ、どちらかというと、こういうのが多分ね、重視すると思いますけどね、うん、まああの政治の側から考えれば、選挙とか考えると、雇用,です雇用ですよ、ねうん、雇用がいいから、物価の話がまあね、あの 対応するってところあるんだけど雇用をダメにしてまでもっとはなかなか思いにくいってところあるんですよねああ、で日銀はここで三十年の政策の決定なんか見てると雇用なんか全く考えてない <laughs> <laughs> とにかく物価を抑えるんだ <laughs> 抑えるから雇用の方がいつも台無しになるってそういうパターンが多いですけどねうん、確かにそれでね、うん、え就職ができない世代が生まれたりとかひ歪みが来るのはね大体ねあの <laughs> 新卒者ばっかりなんだ、はい、既存の人はあんまり歪みが来ないから、うん、案外みんな分かんないですよね新卒者だけが影響を受けるんですよこれ,でこれ新卒者が影響を受けた時に「うんうん、自己責任だろ」と「大学で勉強してこなかったわるだ」みたいなことを上から言われると「なんだ?ん」本当なんだってね、うん、本当に、うん、こうにももうちょっっと、ね、関心持ってもらいたいたですね、うん、さて、えー、日本の、まあ、経済というかあ防衛政策についてこちらのニュース七時またぎです。 防衛財源法案今日にも採決与野党対決法案として、まあ、今国会後半の焦点となっております、えー、防衛費増額の財源確保のための特別措置法案が、えー、今日の衆議院財務金融委員会で与党による質疑終結の動議を経て採決される見通しとなりました自民党などの賛成多数で可決される見通しで与党は州内の衆議院通過を目指します えー、この財源確保法とも、ねえー、言われるものでありますが、こ、ええええね、よくよく見ると、増税も乗ってるんですよね。増税載ってますね <laughs> で高橋さん、これの,あの審議にをめぐってというか、関わりがあったと。 えっとだからあの連休に入る前、四、はい、月二十八日、うん、えっと財金委員会っていうと安全保障委員会の合同審査に参考人として呼ばれたんで行ってきましたよ。はい、参考人として、ねはい、意見陳述を行ったと。そうです。えー、そしてまああの議員さんたちからの質問にも答えると。はい、私の質問あんまりなかったは。なかったですか。 大体ね参考人4人呼ぶでしょ私含めて3人増税だったからね大体だから3対1だからもうそれで私なるべく高橋には質問しないようにして答えさせないでそんな感じですよだからもうアリバイ感もありまくりですよねよくあるパターンですよねテレビかなんかでね3対1にしてねやるっていうのはねまあ反対意見も含めていろいろ聞きましたよそうそうそう私の反対意見ってすごい簡単だったんだけどね例えばね国債でやるって話なんで で、安倍さんが防衛国債で話してたんで、それと同じことを言って、はい、ロジックとしてはね、うん、あの将来投資だからって言ったわけですよね、そ、はい、れで、実は財務省の方もね、このロジック、なかなか破れるの大変,大変で、あともう一個あ、ねうん、1個は、海上保安庁の船は国債ですよって言ったわけよね、はい、で海上保安庁の船は国債でずっと作ってたの知ってたから、はい、そしたらね、今度ね、なんと今度の予算ではね、うん、あの海上自衛隊の船は国債。はいうんうん うんで私はなんで海上海だけなんですかって自衛隊には陸も空もあるじゃないですかってそれを使えば増税はいらないでしょってことを言ったんですうん。これもねなんかあの陸の方はあ弊社だとかそういう建物に関しては国際でもやるみたいなこと言ってますけどそれだけかいっていうねいや。だって海の方は船舶と潜水艦もそうなんだもん、えーまあそこにはね当然だからあの <laughs> 装備品もついてるわけですからね全部,全部いいじゃないだから別に全部できるじゃないですかってその,その 差はね非常に分かりませんと。そう、これ理解できないですと。 陸上自衛隊の人に聞いたことがあるんですけど確かに海上自衛隊の予算の付き方って船一隻ってそこに全部の装備品も含めてってやるんだけど我々陸は一個一個に予算が個別についてるんで予算取っと大変なんですよって話を聞いたこと全部込み込みでいいじゃない本来であれば別にそれいじゃだって1個かけても結局部隊として動きができなくなっちゃうっていうのはまさしく海上自衛隊とそっくりですよ。それなのに そ,そこは書いてないんですよね。<ー>あのう、陸と空は書いてないからね。それ、はい、はおかしいと。と 言ったわけそこをね、あのちょっとね、あの国債対象経費にすればね、はい、全然増税いら,んいらんでしょうと、これで一番わかりやすいで言ったのそのほかに3つ言ったんですけどね、三つの、他の3つはちょっと,ちょっと分かりにくい分かりってい,いうか、テク,テクニカルな話もあったからね、まあ、テクニカルうちの外為特会の話と、債<ー>務償還費の話と、はい、でも防衛版のふるさと納税ですけどね、みんな簡単な話ばっかりですけどね、でもなん,なんせ10分しかないでしょ。はい 大変ですよ10分しかないからもう早口が余計早口になっちゃうしまあね4人いると10分ずつで40分ということになってしまうとです反対意見は10分<ー>残りは30分はあれですよ賛成賛成意見さあ,あ防衛財源確保法についてというところでまあこれね、えー、そのお財源について えー、税でって話が出た時点で、うん、まあこれ安全保障関係のね、うん、指揮者の方々も増税に傾いてしまうのかと、うん、まあこの何か政策にこう紐付けてみたいなところってそれこそ教育の方々に対して無償化するんだから増税で当然だみたいなことになったりとか、うん、なんかいろんなものを絡めてきますね。<laughs> そのでもロジックを聞いいてた時にちちょっと笑い出しちゃっ だってあれですね国民が増なんか防衛について理解してないからね増税にして関心を集めてってそんなようなロジックだったんでねそれがないだろうと思いましたようんだからそういうのもあったからふるさと納税やってねそっちの方がねなんか PR 効果高いんじゃないですかって言ったんだけどね確かにねあの使い道について関心を持つという意味で言えば <laughs> <う>別に消費税にする必要は全くないわけです、ね、ふと納税のるさいいと, <laughs> ということも言いましたけどねもう最初からだから増税ありきなんですよ。 もともとこの法案自体にはそのよ、うん、予算の無駄を減らすだとか、ええ、こういろんなこと盛り込まれてますけれども、うん、それで足らない場合には増税も,っていう,いてもうだから予算あだからね無駄を減らすとか、はい、あとはんだっけな剰余金使うとかね、はい、あんなのもだからあれはねあのいくらでも変えられると思ったんで、はい、それをいもうなしにしてもね増税がないような財源を言って まあ、本当、これが採決をされてってなると、うん、これ、もうお、ある意味、もうついつ,ついてますよ、もう大体、在閣法が出た段階でね、はいああ、もうこれはこういうことかなと、もうそういう道筋がついてますよね。うんだからこれね、このままいって、あのまだ増税の最終決定にはなってないんでね、はい、ちょうどあれですよね、総選挙やっ,てらったらちょうどいいですよ。あ<ー>うん なるほど。ええー、<laughs> これ、こういう法案が通ってるってことは、もう増税ですよと。うん。 否定はできないはずだから、あのもうあの、なんていうかな、あの与党の方はあ、まあ、条文には載っている、そ,それであとねこの、この、私が参考人の時にね、誰がね、はい、あの質疑したか,なんかよく見てね、えー、その選挙区の人はね、えー、その日に増税の人か、反増税の人かをね、よく見極めたらいいと思いますよ、うん、質問ですぐ分かるから、あ,<ー> <laughs> ああ、まあね、今、ネットにも上がっていますし、はい、また、しばらくすると、議事録で出てきたりもしますもんね,そうですねなんかね。 なんか意外だったのはなんか立民は増税反対だっていうんだけど貿易に上げるのも反対だっていうからこれ共産党と一緒ですね<ー>。<laughs> まあ、このね、防衛費を増やすってことに対しては前向きなあ世論調査で結果が出ることは多いんですが、<う>増税と紐づ付いてくるとく、うん、そうっちゃうんだ、うんうん、から自公は防衛費を増やす、それで増税、維新はい、防衛費を増やす、それで増,増税じゃないうん、うんで、立民と共産は防衛費も増やさない、うん、で増税という形になってますね、大体ね。うんうん さあそして足、まあ、元の経済の話昨日、厚生労働省から毎月勤労統計調査の速報値が出ました、まあ、これ3月の数字ですけが、えー、実施が下がってるじゃないかということが経済面などでは出ております、うん、まあ前年同月比マイナス2.9%と、うん、そうですねねこれね現金給与総額は上がってるんですけどね。そうですねなか、まあ まあ雇用が増えてるときはこういうこともあるんですけどね、大体あれですよね、賃金出すときに、賃金のほうがちょっと遅れるんで、はい、実質賃金はね、えー、なかなかあれですよね、もうちょっと雇用が引き締まって、賃金がもっと上がらないと、なかなか大変ですよね消費者物価の方は、やっぱりこれは輸入する原材料の価格であるとか。 そうですね、消費者物価でもだん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 下がってくるから、うん、だん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 、から賃金の上がりの方がが、ね、効いてくると思いますよ、この間の春闘の話とか、そういうのも効果が出てくると、消費者物価はだんだん、ね、あの年末に起きて,て下がっていきますからね、うん、れどこかで実質賃金も上がると思いますけどねこれね、あの3月の数字なんで、やっぱり4月を見ないと、うん、まあ春闘の結果等々は反映されないですか。 うんその春闘の結果とあと物価が下がっていくって状況を見てね、それ四月にはどうなるかちょっとわかんないけど、うん、だん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 年の後半になったら実質賃金は上がり出すと思いますけどね。うん,うん。まあ物価が落ち着いてきれば、あ落ち着いてくれば間違いなく上がるよね。うんあのもう大体あのどっちが物価と賃金どっちがあの上がりやすいかっていうと、はい、まあノーマルの状況だと賃金なんですよね。うん、要するに物価に生産性上昇分ぐらい足したのが賃金なんですよ大体。だいたいお ただねその,いくその順番とかねいろんな要因があるからちょっとなんかそこにノーマルに行くのにはちょっと時間かかるんですけどだから今ちょうどあれなんじゃないですかね物価が下がり始めてるからまあ 下がり始めてるって意味は本当に下がってるんじゃなくて、上昇率が少なくなってるって意味、低くなってるって意味で、加速度がついてないって意味ですけどね。ねな,なるほど、なるほど。で、あれは多分、もうちょっとすると、今だから3、三、はい、三、三か、そこらなんだけど、まあ2、二、ね、二ぐ,ぐらいに下がってきて。そうすると、あの賃金の方が、多分三ぐらいに上がってるから、ちょっと差がついて、実質賃金が上がるって、そんなパターンなんですよねう。うん。まあ、そこが好循環に繋がっていくといいですよね。そうそう。あ、だから、それは、今いいチャンスなんでね、あの、日本って、あの、百兆円も出したでしょ。 うん、それも聞いてるんですよ。だから、いやあの、あの、ジーの中で一番景気の落ち込み低いからね。うん、これで今、あの、まあ、こコロナで抑圧された。貯蓄もあるでしょう。暴、えー、発するかもしれないんで、どっかで火をつければすぐになっちゃうんですけどね。うん、おはようニュースネットワーク。<laughs> この時間、取り上げるニュースはこちらです。プーチン大統領演説、侵略正当化。今後も続ける姿勢を強調。 ロシアで9日第二次世界大戦でナチス・ドイツに勝利してから78年の記念日を迎え首都モスクワの赤の広場で記念の式典が行われましたプーチン大統領は演説で我々の祖国に対して再び本当の戦争が行われているなどと述べウクライナへの軍事支援を強めるアメリカやヨーロッパを非難した上でロシアによる軍事侵略を正当化し今後も続ける姿勢を強調しました えー、東京最終盤、今日は4紙がこの話題一面トップで、えー、書いてきているというところであります、まあこの戦勝記念日あるいはパレードの様子なども含めまして、えー、この時間、軍事アナリストの黒井文太郎さんと電話をつなぎまして、えー、ウクライナの現状も含めてお話を伺ってまいります。 黒井さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、まずは昨日の式典並びにプーチン大統領の演説、黒井さん、どうご覧になりましたか。 もともとやる場所を制限するとか、そういったその規模を縮小するというようなことは発表されていたんですけれども、ええ、まあ特にモスクワのパレードをです、ねまあ、例年比べて、非常に小規模だったものですから、ち、ええ、ちらの方はちょっと戦車が1台しか出てこなかったとかっていうのが、結構大きく報じられてますね。そうですね まあ例年ですね、えー、まあそれなりの、まあ戦車大型の榴弾砲とかですね。はい、ええー、まあ、そういった戦闘用の車両が、まあ、出てくるんですけれども。<ー>まあ、今年は基本的には、それは出さなかったということなんですね。あの、まあ、装甲車いくつか出してましたけれども、はい、まあ、今回出した戦車というのも。<ー>これ、第二次世界大戦中に、まあ、対ドイツ戦で、まあ、使った、あの、テ三十四という。まあ、古いものですね。で、これは、あの、まあ、ドイツに勝ったと、ナチスに勝ったという、まあ、記念の式典。 なのでこれ毎年出してくるときは象徴的な意味で、<ー>えーまあ、それ、まあ、実戦ではもう古いんで使えないんですが、うん、まあそれ、だけを出して、まあ、実戦のものは一切出さなかったというこれっていうのはその、兵器が足らないからだみたいなことを思っちゃいますけど、そういうわけではないんですか あの兵器はもちろん足らないですあの、まあ、戦争始まってから、ですね大体<ー>戦車2000両近く失ってるんですね、<ー>そういう意味では足りないんですけれども、ただあの、全くなくなったわけではないんで、無理すれば持ってこれたんですが、うんまあ、まあ、今年はです、ね、とにかく戦争のさなかということで、まあ、実戦、はい、作戦の方を優先したという形だと思うんですねうんそれから演説の中身についてはいかがでしたか。 はいあのまあ、これはですねそういった NATO うんぬんというような、まあはい、あとトンバス地方うんぬんというようなことを超えちゃって、ですね<ー>、えーまあ、自分たちはロシアは悪の西側にまあ攻撃を受けていると、祖国防衛の、ロシアの防衛の正しい戦争だという、まあ、自己正当化ですね、プーチンの、<ー>なんですけれども、これ、急に始まったわけじゃなくて、あの去年の年末、大みそかの演説、声明をしたんですけれども、はい、それからですねプーチン、今年の2月21日、 もう教書演説,演説という長い演説したんですが、そこで持ち出してきたその被害者であるという,う論理ですね、でこれですと、戦争を継続するまあ意思を示したというような報道多いんですけれども、それを超えちゃって、ですねこれ、プーチン勝利するまでやめられないように自分を追い込んじゃってます。 はあ、なので、まあ、要は守る、ロシアを守るための戦争で、徹底とっていってるっていうことは、もう最後まで戦うっていうことですから、うん、例えばうまくいかなかった、勝てなかったから、途中で停戦するとかっていうことが、自分でできないようにしちゃってますよね。ー、はあ、退路を断ったっていうような形ですかそうですね、ここまでいっちゃって、自分が戦争を始めて、多くのロシアの兵士が死んでますから、亡くなってますから、はい、今さらこれは違ったということは言えないということですね。はあ これ、そうなると日本国内でね、結構即時停戦論みたいなことを言う人たちもいますけれども、そもそもロシアがこの姿勢でそれができるのかっていうとなかなか難しいですよね。うーんあのプーチンもそれは 自分の自己正当化できなくなっちゃいますんでこれは彼メンツを再次優先しますんでね。これはもう難しいと思うんですね、はい、えさてここで、えー、地震に関する情報です、えー、総務省消防庁の全国瞬時警報システム J アラートが、えー、緊急地震速報を発出しております能登、えー、半島沖で地震北陸で強い揺れ、えー、予想最大震度は五弱ということであります対象、えー、都道府県は石川県能登半島沖で地震 とと、いうこと、えー、北陸で強い揺れが予想されるということであります緊急迅速報が、えー、石川県に出されております、えー、地震に関する情報またあ揺れ等々情報が入りましたらお伝えしてまいりますが、えー、緊急迅速報石川県を対象に出ております、えー、黒井さんすみません、えー、続けていきまいりますよろしくお願いいたしますさあ,あスタジオには高橋大一さんもいらっしゃいます 藤井さん、お久しぶりでございます。そうですね。おはようございます。<laughs> おはようございます。はい。お元気ですか。あ、なんとか。早くはい。はい。また大阪で、ぜひお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。あのね、このロシアの戦勝記念日、そしてその先の話ですけれども、なんかロシアの国内その民間軍事会社の代表と正規軍が揉めてるみたいな話とかも出てきますけれども、内情っていうのはどうご覧になってますか。 はいあの、まああの、民間軍事会社ブリ、あのー、は、ですね、ワグネルはです、ね、でそのバフムト戦線というところで、最前線に投入されていて、自分たちがそのロシア軍から正当に扱われていないということで、まあ、文句を言ってるんですけれども、うんただ、このワグネルは報道されてるほどのまあ大きな存在ではなくて、お<ー>まあくまでもその鉄砲玉みたいなです、ね、<ー>えものですからあ、まああ、そういうところで、えー まあ確かにあの非常にその戦果を上げているので人気あるんですけれども、はいおまあ、ロシア軍としてはなんとか彼らをお、まあ、ただ 使っていこうというようなことですね。うん。で、あの今後の展開なんですが、そのウクライナ側は、はい、あ反転攻勢にこの春出るんだということを言っていますけれども、うん、はい。これはどうなっていきそうですか。うん、そうですね。ですからウクライナ側はですね、確かにその温存している兵力をですね、えーえー、まあかなり具体化してきてるんですね。えーえー、もう大量の戦車を西側から受け取ったり。 それからおそらく4万人以上の新しい兵士を。 作ったりとかいうのあるんで、えええー、まあ反転攻勢はおそらくします。ただですね、うん、それをいつどうやるかというのは、はい、あの相手方のもうなっちゃうバカ柴のような過激機ありますので、それは、はい、あちょっと予測するのは難しい。ただロシア側もですね、実はまだ温存している兵力ありますんで、うん、ええー、ロシア側もただ一方的にやられるということにはおそらくならないとは思います。うん、そうするとこの戦争そのものっていうのは長引く可能性のが高いですか？うん そうですね、あのどちらかがまあ圧倒的に追い出すあ駆逐するということは難しいので、えーまあ、ただ、作戦によってはです、ねえー、どちらか優勢というこはあり得ますけれどもうん、うん、お一方的なあどちらか一方的にというのはです、ね、なかなか想定しづらい局面ということになとます、うん、うん。そうするとそのもう一個その、陽動的なところであのクレムリンに対して無人機が、うんあまあ、入ってきたこれ、どっちがやったのかも含めてです、ね、謎ばっかりなんですけれども。はい、こういうい いうようなものがこれから先増えていくんですか 大規模なものってなかなか難しいんですけれども、あのーまあ、大きく分けて、ウクライナ側の、あのー、国防省のじょ情報総局というところも、さまざまな工作する能力があるんですね、えー、ただ、彼らはあまり自分たちがやったとっ言わないんですけれども、あと、あのー、ちょっと正体不明なんですが、まあ、自分たちはロシアのパルチザン、抵抗勢力であるという名乗るグループが、ですねそのロシア側の抗戦派といわれるブロガーを爆発して殺したりとか。 いろんなテロも行ってますので、はい、こういったものはあの定期的にこれからも起こると思いますなるほどわかりましたいや、黒井さん朝夜からどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたまたいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いしますはい、はい、お願いいたします、はい、どうも失礼いたします、えー、軍事アナリスト黒井文太郎さんとつなぎました えさて地震に関する情報です。先ほど7時14分ごろ石川県で震度4を観測する地震がありました。震度4が石川県の能登、震度3が新潟県の上越、新潟県の佐渡となっております。なおこの地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は能登半島沖で震源の深さはおよそ10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されております。 えー、この地震について、えー、緊急地震速報が出されておりました、えー、震度4が石川県のと震度3が新潟県上越新潟県佐渡となっております、えー、なお、ま、津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はないということであります、えー、地震に関する情報をまとめてお伝えいたしました えー、この時間はあのプーチン大統領の演説そしてパレードというところ、まあ、侵略を正当化するような演説を行ったというところですが高橋さん、あのはい、黒井さんの分析では侵略正当化どころかもう退路を断ったと。 勝つまでやめないということが出てきた。<laughs> まあ、プーチンはそうなんですよね。うん今だってやめしとるって言ったらまずいでしょまあここでやめるということになると、ええ、その政権の寄って立つ基盤みたいなものがどんどん崩れるというような指摘もありますよね。まああとあれでしょうあのロシアのね、はい、の選挙とかそういうのもありますからね。大統領していられなくなってしまいられなくなっちゃう。うん、うんまあその辺を考えると、まあ即時停戦というわけにもいかず長引きかもしれないというね <laughs> 予想も終わりました。そうですね。 セブンでね。今即時停戦したらウクライナ嫌でしょう、うん。そうですよね。うん、続いて教えてニュースキーワードです。入管難民法改正案衆議院本会議可決。 紛争地から逃れた人を準難民として受け入れる制度を作る出入国管理法改正案が昨日の衆議院本会議で与党と日本維新の会議国民民主党の賛成多数で可決しました法案は参議院に送られ今国会で成立する見込みです 2つの柱からなるというふうに言われておりますがまず1つがこの紛争地から逃れた人を難民に準ずる形で受け入れるという仕組みそしてもう1つは不法滞在者の扱いの厳格化、まあ、原則2回まで難民申請はできるけれども3回以降はあ特別なケースでない限りはうん行わないという形になるということですけれどもどうですか。<laughs> まあね 何 <laughs> か何回もあの申請出していてね俺れが結構あの外に何か。 犯罪も犯して,るっていう事実もありますよね難民申請をしている間は強制送還等々されないそ<う>で、その間は就労も認められると。まあ、それで就労しているだけだったらいいんでし,いいんでしょうけどね、はい、それを工事に使ったりね、法務省がなんかいろんなデータを出してますよね、えー、なんかどのくらいの人がどういうことをやっているかというのをね、うん、そうするとやっぱりこれはあの改正理由はあると私には思いますけど,あると思いますけどねまああのね。 これに関してはそ,のこうそうなってしまうと強制的に国外退去となってしまって生命が危ぶまれるみたいな支援者の方々の声というのも上がっておりますが強制退去そういう質問した人もいましたけどね、はい、あの強制退去じゃないですね退去することができるですね。ででででできるでって強強制制はないですね的、うん、からう、ねはい、うんだからそういう まあこれは明らかになんかあの偽装してね申請してんじゃないかとかねうそういう人は返すんですようねうんまあ今までが逆に言うとそこの部分はもうおーオールオッケーみたいなことになってそう,そう全部オ全部ーってのはおかしいんですよねやっぱりそこでやっぱりこの人は本当にどういう理由があったのかって見てね判断した方がいいですよね。うーんね 難民の申請等々というものもそうですし、まあ、あの外国の人たちをこの日本でどう扱っていくのかっていうところ、まあ、なんかあの受け入れればいいんだみたいなことを言う方々もいらっしゃいますけれどもうん、うん、ここは、まあ、主権のの行使の範囲全くそうでしょ全部受け入れるっていうこともないし、ね、どこの国でもそうですよね。うーんうん でえーまあ、このね、あのー、法案に関してっていうのは、ええ、まあ修正協議というのが一部で行われていて立憲、ええ、民主党の現場の人たちは。ええ まあ修正協議で不足の部分に第三者機関ので審査というものをこう将来的に検討していくんだというものをこう入れる入れないで結局入れようと思ってたらまあ全然なんか関係ない人が来ちゃってもうなんか,あのしなんか主義主張だけで言ってねこれ決裂しちゃったってわけでしょそ,でそういうのはツイッターにも出てましたけどねせっかくあのねいいところまで行ったのにねもう原理原則の話でぶち壊されちゃったっていうのをね立民の人も言ってましたよね。 うんうん、それでなんか今修正案ではね、はい、それを本則に入れろって言ってるんだけど、えー、まああれですよねそれであの不足の方で蹴られちゃったあの事故の人はそれ知ってるからね、うん、不足でどうですかって言ってもそれも蹴っちゃってるっていうことですよね。不ににに入るるってことになるとな <laughs>、うん、将来的に どうするっていうのはまあずっと聞いていけると、うん、いうことであるんですが、うん、ただ本則に乗らないと今すぐできるもんじゃないだろうっていうような批判が出た。原そそそ、まあ、原理則則の的な人は、ね、絶対本則っていうふうな、ね、しちゃった。だからあまあこうな妥協っていうのはねの100%の話には通るわけないんだから、はい、どこで折り合いつけてどういうふうに要求を通すかっていうことを考えたら<ー>まあ不足で入っててもそれ,それで不足,不足で入っててもまあ うん。 まあ、で結局ね、これがあ修正協議、蹴っちゃって、うん、じゃあ、そうすると、その協議でまとまりかかった案そのものっていうのももうなくなっちゃってなくなっちゃってね、それで一緒にやってたあの維新の方の人のほうが案が通ってて、通ってね、なんかまあ人材確保とかね、情、はい、報収集の話は通,通りましたね、だからあれですよね、まあ、野党の人って100%の案が通るわけないんですよね、100%、与党じゃないんだからね、らどこまでの話で折り合いつけるかっていうことなんでしょうけどね。う うんまあ、その辺というのはこれあのどうなんですか普通であればこう党首なりいい党の中枢がこうやってこういみたいなことを言って。 それがだからリズミンの人はそこがはっきりしてないんですよねだからそこで応援団みたいに言った人が、ね、活動家風でねもう絶対反対って言っちゃったから、うん、もう全部今まであの修正休憩やってたリズミンの人がねはしごはされた形にはなってますよね現場で汗かいた議員からしたらやりきれないですよだからそういうのがあの今ねツイッターの上でねもうそんなの率直に言う人もいますからねうん <laughs> 昔であれば分かんなくてね、まあ、うんまりもね なぎねりという,ようなところ。今ね、せっかくね、今、あの出席協議でいいとこまで来たのに、ぶち壊されちゃったっていうね。ことをはっきり言うしていますよね。うんまあ、その状況でって、これがバランス大変ですよね。ねむちゃくちゃですね。はね <laughs> 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップー。 債務上限問題進展なく、バイデン大統領と下院議長、12日再協議。 アメリカのバイデン大統領は9日日本時間の先ほど午前5時から連邦政府債務の上限引き上げをめぐって会員で多数派を握る野党共和党のマッカーシー会議長オラ党ホワイトハウスで会談しましたしかし債務不履行デフォルトの回避に向けた引き上げの合意にはいたらずマッカーシー氏は大統領と12日に再び会談するとしております えー、このね、あのー、債務上限問題というものが言われておりますけれども、うん、なんか1月あたりですでにね、えー、債務の上限まで来ちゃって、うん、まあ今のところまだ支払い続けられているけれども、うんうん、これが6月1日あたりで、うんえー、枯渇するんだという話になってるようですが。うんええええ これはどうたいもうこれ、みんな、この会談でね、大騒ぎしてね、もう債務不履行だ、債務不履行だって言うでしょ、この根拠の法律って、知ってる、知らないでしょ、知らないですね、100年ちょっと前のね、自由交際法って法法律なんですよ自由交交際第二際法って名前付いてるんですけどね、それに、そこで上限決めちゃったんでね、そうするとね、もうそこにいつも引っかかっててね。 100年ちょっと前ですけどねその今まで上限が何回ぐらい引き上げられたかっていうのも多分三田さん知らないと思うんだけど、うん、80回ぐらい<ー>打率8割そ<回>れで8割の時にねじれがあると必ずこういう今回になるわけ<ー>でもお互いに分かってるからねじれがあってこれをこれで本気になってやってデフォルトさせるって人は今までいませんでしたそこまで追いい込むっていうのは いやだ,だって分かってるからね追い込んだほうが実は言われちゃいますよずっとあんたたち今何何この100年以上昔からこの同じ話が合うでしょとなん、うん、でやるのという話になるでしょうん、うん、だからまあ楽観的かも言わ,言われるかもしれないけれどまた今回も、はい、あの政治的駆け引きのショーで終わるというふうに私は読みますね百100年間やってる話ですからなるほど <laughs> まあでギリギリラまずやるぞやるぞやる,やるぞって言ってやる,やるぞやるぞって言わなかったら本当に妥協も引き出せないでしょ どこまでぎりぎり突っ込めるかの次は6月1日だからあの何日か前まではやるかもしれない、はい、そうするとまあ、まあ、今月の最終週 <laughs> うんぐらいまでやるかもしれない,いまあそれはいろんな手続きやるから、はい、あのそれを見ながら、ね、やるんじゃないですかね<ー>でもこの話で、ね、今までねあの100年間もこの法律があってね、はい、それで80回ぐらいを実はね80年もね上げてきたっていうのは。 ででも今までそれでミスって上げ損なってデフォルトになったことはないっていう事実はありますよ。あれオバマ政権の時に政府施設の一部閉鎖はあったけど政府施設の閉鎖ってのはあるあるけれどこれはだか何回もある何回も何回も政府施設の閉鎖は別に大したことないからあそうかって感じ完全なデフォルトではなくて画面シャットダウン点でこれは良くある これよくくある、うん、そのらいでもだからそのくらいに追い込むってことはある<ー> <laughs> でもデフォルトになってることは今までありませんなるほど <laughs> そうするともう完全な駆け引きの世界なだけど、うん、これどうなんですか6月1日ぎりぎりになってきてじゃあちょっと2週間だけ延ばそうかみたいなうつなぎ法そういうのもあるかもしれないし<ー>それでまとまらなければね、はい、でもデフォルトはない。 あなるほど、うんまあ、そこまでぎりぎりになってきたらつな、まあ、ぎ法案ぐらいは逃走かみたいな、ま、たなんかいろんな裏ざまあってね、はい、そういうのあるんだけどあ<ー>まあだからなんじゃないですか画面とシャットダウンか政府間閉鎖でね雨に関係ないところ閉鎖するとかいうのはあるかもしれないなと思いますけれど、うん、なでもデフォルトになるか ことは今までで年以上の歴史かからはなかったあ確かになんかねあのアメリカの,この政治系のドラマとかを見てると、うん、あの緊急事態庁から予算引っこ抜いてきてそれでこう当てるとかいろんなのがあるからねいろんなそんなところからお金持ってくるんだみたいなことですねいろんなのがあるからだからまあ あの,このデフォルトかって言うんだけどここででまず突きつけるのは間違いないなんですよねあ野党側としては、うん、共和党側としてはそうそう。突きつけるのは間違いないんだけどだって自分がそういうふうに政権取った時は同じ人がやられちゃうじゃないですかうんそれでみんんな分かってるんですよあやりすぎるとしっぺ返し食うのは俺たちだぞ、はいうん、それで共和党の方が怒られちゃうじゃないですか今まで100年間も同じことやっててな、ね、んで今回だけやるんだっていう話になるでしょ。 まあ、そのオーバーマンの時の画面のシャットダウン、閉鎖があった時も。うん、京都やりすぎじゃないかと、ティーパーティーやりすぎだった。のだから、これは、だから、そこそこのところで、な、多分ね。うん、まあ、ちょっとね、楽観的すぎ、すぎるかもしれませんけど、私が言ってるのは、はい、過去の歴史はそうだったって言っていだけですけど。<ー>今回同じかどうかは分からんし、うん、うん、まあ、違ってるのかもしれませんけどね、でも、確率的には非常に低いんですよ。うん、デフォルトの確率はね。なるほど。まあ、ね、条件で見ると、その違いそうだなと思うのが、今回のこの。 マッカーシーさんという会議長さん就任の時に相当強硬派に譲歩してみたいな話があったから引くに引けないんじゃないかみたいな話引くに引けないんですからだからなんかを引き出さなきゃいけないっていう立場かもしれないバイデン政権からしかしでも過去100年間の事実とかそこに反してデフォルトを人為的に起こすって確率は低いですなるほどまあそこまでこうなんというか作戦みたいなことはだってこんなのやったらほとんど歴史のういうなアホになっちゃうじゃないですか。 自身はねあの大統領も狙うような会議長って立場ですもんね、うん、で、政策を欠いてるとかすぐに言われちゃうじゃないですか<ー>いくらなんでもなるほど<ー> <laughs> でもこういうニュースが出るとねまたこう 市場は一す一するわけじゃないですか,か歴史を知らない人は、ね、みんな思うかもしれないけど過去のデータとかね歴史で判断する人はねああ、またか,だから今まで百回百八80回ぐらい改正したけど、うん、まあもちろんねじれがないときは全く普通ですよね、うん、ねじれがあってもあのなんかあのガバメントシャットダウンみたいなのが起こるけれどはなかったですねいや本当6月までどうなっていくのかあるいはそこから先もうちょっと伸びるのかといろんなパターンがあるの。 思います。な、うん何だかわかんない。それはもう交渉ですからね。いいねもうでもあの？あ 出歩くとかっていうのは案外それは信じてない人が多いですよねあ目の前でねこう市場が触れてきたりなんかするとで、えー、政府の支出がなくなっちゃうかもしれないなんていうふうに思うと経済への影響とかあるいは日本経済にも影響があるんじゃないかみたいなことを言う人もいますが <laughs> まあ青い対して青いでしょうでもねこういう時はやっぱり歴史をね振り返ってみて100年間ぐらい歴史を振り返ってねさっきのね自由第二自由交際法の、ね、歴史でも調べたら面白いですよ。なるほどし、うん、しかし100年 年の歴史で80回その危機を迎えてたっていうのは <laughs> そもそもその法律自体がもの,のすごい欠陥,い欠陥法ですよあって上限決めちゃったんだもんだ大欠陥法ってのは分かってるんだけどでも政治的な、うん、あの道具として都合いいから今でも直さないんでお,お互いにあの民主党も共和党も直さないですああある程度のやってる感と最終的には衝突しないっていう安心感とまあ何回もやっててね <laughs>、はい、そこで全く全然違うね決定が下される確率は低いと私 思いますよ10代と似てる話になると思いますよあ,あ,あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。